始まってる始まってんのかなあ、聞こえてるあ、ほんとみんな、めっちゃ鼻声でごめん。<laughs> すごい久々だよね。みんな元気にしてる。ほんと、めっちゃ久しぶりで、なんか大勢やりたかったんだけど、鼻声がすごくて、ちょっと、 <laughs> お休みもらってました。みんな元気にしてた。なんか最近、すごく気温の差が激しくて、結構外に行く機会がまあまああったんだけど、なんかそれでね、すごくね、季節を感じて <laughs> いた <laughs> げ。元気だよ。声が近い。なんか電話してるみたいなね。<laughs> なんか電話してるみたいな感じになるね。 体調はね、あのね、鼻声ではあるけどね、喉はね、大丈夫だし、熱とかも多分ないから、多分大丈夫なんだけど。<laughs> めちゃくちゃ鼻声。<laughs> なんか、治んなくて鼻声だけ治んなくて。すごい。みんな元気イエイイエイ。<laughs> すごい、いろいろできるね。面白い。だからみんなが、今日、吹雪のところで、 うちがさ、放送に出,出たときに、突然こんな鼻声で出たら、風邪治ってないのに <laughs>、大丈夫なんかってみんな気有味になっちゃうかなって思ってさ <laughs>。それで、ちょっと今、先に喋っとこうかなと思って <laughs>。大丈夫だよって喋っとこうかなって思ってさ。体調気をつけるよ。なんかちょっとさ、違うよね。普通の放送のときとさ、このスペースで多分喋ってるときって全然。 雰囲気が違うよね。<laughs> あ、ズビズビはしてないんだよね。お花がつ、あの、奥の方がちょっと詰まってる感じがするけど、あんまりズビズビではなくて全然大丈夫。みんな、うちと電話してるみたいに思うんでしょ。なんか、は、初、初なんだけど、な、なんか、すごい不思議な感じだね。 あ、そうだよね。マイクが多分さ、あのー、違うから、マイクが iPhone のマイクだから、それでみんな違く感じるんじゃないかな。みんな来てくれてありがとう。もう鼻づまりすごいけど。<laughs> でもね、あのね、ほんとね、鼻、鼻以外めっちゃ、 全然何にもないの。元気だから。問題ない、問題ない。問題はない。ないじゃないけど。まあ、ただみんなのさ、やっぱ、みんなに聞き苦しいかなって思って、やっぱ心配されるし、あんまり長く喋ると、なんかこう、咳き込んじゃったりとかはするから、まあちょっとね、完璧に直してから、いろいろやりたいなって思ったんだけど、まあ、なんやかんや、今日吹雪との、あのー、あれもあるし、あと、明日、 またちょっと違うメンバーのチャンネルにお邪魔してお邪魔するから <laughs> コラボっていうかちょっとお邪魔することがあるからまあなんかこうみんなに心配かけないように今喋ってっとこうかなって思ってうまこうやってスペースやってんだけどなんかスペース初めてだけどなんかあれだねちょっとこう気楽な感じしない結構あミオのスペーストレンド4位に入ってる嬉しいありがとう みんなつぶやいてくれて <laughs> こんな鼻声なのに <laughs> あすごいあこうなるんだなるほどね <laughs> はいはいはいあそっかアーカイブも残らないのかそっかそっかもうん、やり放題ってこと <laughs> でもね、あの、昨日よりはマシになったかな。だんだん良くなってきてはいるんだけど。アレルギーなのかな風邪なのかなわかんないんだけど。あ、なるほど。コロネと同じこと言ってる。コーネと。はあ、なるほどね。まあ、やりたい放題ってことでしょアーカイブないんだからさ、って言う、言いそうだな <laughs> 2位になったあ。ありがとう。スペースやりすぎると大空警察に通報合なんでやれん。いいだろ、別に。スペースやることは罪ではないぞ <laughs>、まあ。ただ、あれか、発言が怪しいってことか。そんな危ない発言、今のところないよね。YouTube だとさ、なんかこう、強制的にアーカイブ残るし。まあ あの非公開にするっていう手もあるけどさだから非公開にすると「昨日何かあったの?」みたいな感じでみんな心配されちゃうからうちは基本的には非公開にはしないっていう方向性だしあんまりこうアーカイブが残らない、あのー、こういう放送ってないからちょっと新鮮な気持ちだな浅見をできるのかな今週なる,なるべくやりたいけどねあ身近に感じられるまあ確かにそっかやっぱ電話してるみたいに感じるよねみんなね ありがとう、ありがとう、みんないっぱい来てくれて。あ、そうだね。あ、無理、無理はしないでおこう。無理はね。うん。あ、やっぱふにゃふにゃしてるように感じるかな。<laughs> 鼻から声出せ。鼻から声出せるか。<laughs> なんか、非常に楽しいですね、これは。やっぱり。あ、 なないいかから電話っっぽく聞こえるるていうのはあるかもしれないそうかもしれない放送だとさちゃんとこうみんな待機画面があってを BGM 流れてそんな中でこう「はいうちだようちうちおかみみよだよみんなこんばんみよ」から始まるからなんかちょっと雰囲気違うよねこのスペースだとねなんでロリミオっぽいなんでや鼻声だからか 言うてさ、うちさ、昨日さ、あの、まあ、早めに寝ようとは思って、早めには寝たんだけど、起きたの12時ぐらいで、うん、さっき起きたばっかりなんだけど、あのー、まあ、早めに寝ようとは思いつつも、なんか、寝れなくて、あのネットフリックス見ちゃおうって思って。うん、<laughs> で、ちょっとネットフリックス見てたらいつの間にか3時ぐらいになってて、わおって思って、それでそのまま寝たんだけどさ、 物語シリーズ見てたどこまでかは見てたんだよね。見てて続きが気になってて、あそういえば続き気になってたなって思って、どこから続きだったっけって思ったけど、どこまで見たのか忘れちゃって、でもこれは最初からあの思い出せないところを見ようと思ってたら、もう最初から見ちゃってさ、<laughs> 結構見ちゃったかな。見ちゃったかも。翼タイガーから見た。あータワちゃんがカーテンにぶら下がって ちょっとタワちゃんタワちゃんダメだってそれ <laughs> もうね大ガもね隣でね何やってたこいつって顔で見てたしね <laughs> <laughs> なんかスペースはさすごいやっぱ手,手軽にできちゃうからこうやってお家の外にいて今日は遅くなるから放送できないなっていう時とかにちょっとみんなとお話ししたいからスペースやろうかなとかできるねこれだったらねすごくない スペースアーカイブが残らないのが寂しそうだね。リアルタイム来れなかった人は寂しいけれども。いや、そうなんだよね。iPhone と Wi-Fi があればできるっていうのが結構強いな。というわけで、これからご飯食べに行きたいと思います。皆さんにはうちが鼻声だけど元気だということが伝わったのではないでしょうか。伝わったかな はいはい、うんうんうん。